よお前ら。いや、めっちゃ久しぶりに動画撮りました。あの、1ヶ月ぐらいですね、あの祭りの関係で、夜全然時間なくてね、動画を撮らなかったってのもありますし、なんかね、俺が使ってるはあの編集アプリがね、もう、なんか調子悪くて、音がずれるんですよね。うん。<laughs> 編集すると。だからね、なんかそれで嫌いだって。 ゲーム系の動画は何にも上げてなかった。編集できないから。で、今ね、なんでこの画面になってるかっていうと、見てもらうとわかるんですけど、あの、親がね、勝手に変えてたわ、ケージを。知らない間に。なんでこのでっけえケージ。びっくりしたわ。今、ジャムちゃんね、ちょっと寝てるんで、あの、 しばらくで、ね、見えないと思います、これ。ですけど、<laughs> でけえな。俺嫌なんですよね、この横がね、網網になってるやつはね、横にいっぱい、尾がくず飛んでくんでね、あんまり好きじゃないんですけど、なんか俺の前のケージどっか行った、みたいなんで、<laughs> 仕方ないからこれで、<laughs> 我慢しよう。ジャムちゃん出てきたらまた動画撮ろう、と思うけど、とりあえず今はケージの紹介だけ。んで、 父ちゃん。これビジュアル的に悪い。<laughs> 花粉症でね。あの変な夢ない人。これ花粉症なんですよね。花粉症でもう鼻が限界まで来るしうん。とちゃんね。ことちゃんの手、あの手噛まれるそうなぐらい近かったんでちょっと買っちゃいました。このあの投げピンセット。 今日はねここれで餌をやっていいうと思いますちょっと待ってなえっ、ー、となんかねこれあの2週間に1っぺぐらいでいいと思うんですけどあの昨日ねなんか1日にさなんか6個から7個ぐらいあげるって書いてあるんだよその2週間ごとにだけどさ昨日遅れたけど1個しか食わないですよねだから消化が遅いってのあるんですけど とりあえずあの今日も一個あげたいっすちょこっち向いてこっち向いてトトちゃんあぶっちょっと背中触ると怒るんでちょこっち向いてこっちそう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 画面越しだゃと分かりづらい食べてください なんかトトちゃん <laughs> な食わねえのトトちゃんえ <laughs> ちょ待ってお前さ食って頼むから <laughs> 近い近い近い今ちょっと開けたぞ トちゃんちょっとそこ近すぎて口無理だからトトちゃん <laughs> 違う違う違うんだってっ怒らせる気はないのあ食った <laughs> 食ったなすげえ躍動感あの決してね虐待してるわけじゃなくてあの餌を食べ 食べさせようと思って餌言い方があご飯をね食べさせようと思って今ね一生懸命体勢を変えようと思ってちょっと背中をツンツンしただけなんで決してね虐待じゃないんでそこだけは把握してほしいと思いますうんトト <laughs> ちゃん一瞬だったねさはいあのちょっとねしばらく多分動画編集がうまくできないからゲームの動画上げられないと思うんですけどあの ミラティブ、ミラティブってアプリで、毎日ね、こっちでは配信してます。ミラティブで配信してるんで、もしよければ生放送になるんですけど、あ昔のニコ生みたいなね、今もやってるのかわかんないけど、そんな感じで生放送してますんで、毎日。もしよければね、あの、ミラティブでもアンパンチャンネルで探してもらえればと思います。じゃな。